はい、皆さんこんにちは、プロボーラーの水木です。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、レーンコンディションの変化について、やっていきたいなと思っております。今ですね、このスカイボーリングセンターの4番レーン、レーンがキャリーダウンしております。キャリーダウンという言葉はよく聞かれると思いますけども、まあ、オイルがね、単純に、塗ってあった綺麗なレーンからボールを投げると、手前のオイルが削れていって、そしてボールがね、奥へ伸ばしていきます。で、その奥へ伸びたところのことをいわゆるキャリーダウンというんですけども、そこをボールを通過するとですね、本来最初は摩擦で曲がっていたところがですね、空回りして、曲がらなくなってきてピンアクションが悪くなってくるというような現象が起こります。それをね、今日は攻略をしていきたいと思いますので、どうぞご覧ください。頑張ってます。はい、ではね、こうファールラインからテコテコと私は今カニ歩きをしておりますが、はい、こうやってね、レーンの中に油が塗ってありまして、大体3分の1のところにこのように5枚区切りでスパットがありますね。はい、で続いてこう歩いていきますと、レーンの中がギラギラしております。この真ん中に光ってる3本線は、照明 LED なんで、あまり気になさらずにしてください。はい、ということでこうやってね、歩いてくるとピンが近くまで来ますね。このような形で、よいしょ、またいでですね、ここからレーンの方へ向いていくと、まあこういう感じに約18メーターですね、60フィートでございます。で、今日はね、注目していただきたいのは、見えるかな、この照明と照明の間、これ全部白いのは、蛍光灯なんで LED なんで全く無視してください。このね、低い角度から見てはわかるかな、こう筋がね、あらゆる方向にズルズルズルっと伸びております。で、ね、もうちょっと手前に行きますと、今月の被災ボールのメンテナンスがですね、42フィートということで、少し見にくいな、この辺今ちょうどね、白のLED の線のとこ、ちょうど線になってますけど、ここが例のオイルの切れ目でございます。で、ここからこう手前に引いていくと見えるかな、こうやって筋がね、いっぱい伸びてますので、このキャリーダウンですね、この伸びたところにボールが当たってしまうと、どうしてもね、ボールの変化というか例の変化をしていってますのでね、さっきまで曲がったところが曲がらなかったりするわけなんですね。で、はい、今日用意したボールはこの3つですね。真ん中にありますのがフリークエンシーハイブリッド、そしてラディカルの、先日もレビューしました、こちらが、グルエターナルですね。と、これももうレビューした後ですけど、コンスピラシーセオリーということで、はい、この3個を駆使してこのキャリーダウンしたレーンをですね、攻略していきたいと思います。はい、それではね、今ご覧いただきました通り、レーンの中の油がですね、削れているところと伸びているところとありました。今日はちょっとこれは難しいですよ。まずじゃあね、伸びていることを想定して、この一番今日持ってきた中で表面素材の強いハイブリッドのフリークエンシーハイブリッドというボールですね、こちらを投球してみたいと思います。さあ、どうでしょうね、オイルが削れてるから走るのかな。はい、投げました。めっちゃイメージよりもめっちゃ伸びてる。今止まりもせんかったですね。はい、今のとこはダメなんやな。はい、ね、レーンの油はね、補給されてるのかな、こうやってね、一気にないとだけでベタベタになって帰ってきました。4番レーンね、今見ましたらですね、今日はオイルを足してからどなたも投げてないということで、あえてここを選んだんですけど、やはり昨日のね、投げたお客様のボールのそのキャリーダウン伸びたところがあるので、このめちゃくちゃ曲がるフリークエンシーを持ってしても全然先が来ない、まあ、いわゆる摩擦がないですよね。はい、空転してますので、はい、まあ、その割には今ピンアクションめっちゃ良かったですけどね、ストライクちゃうけど、はい、フリークエンシーで全然曲がってこないということは、よっぽど伸びてるんですよ、これ。
案外思ったより走ってなかったですね、手前がね。奥はめっちゃ滑ってましたけど。じゃあパールの玉で、ちょっとコアの強いめの方、グルエターナルパールで投げてみましょう。最初に行ったところ行きますね。はい、フリークエシーで最初どうだろうって言った、体の中心が10枚目なんで右足8枚目からちょっと出してみます。はい、どうでしょう。お、やっぱり滑りっぱなしですね。はい、もうこれがまさしくキャリーダウンですよ。はい、この前のね検証動画とか見ていただいた方はお分かりだと思いますけど、はい、なんせあんなにギュンギュン曲がってたこのグルが曲がらないで、これがキャリーダウンの怖さですね。右足が5枚目ぐらい、はい、ですのでガーター覚悟で投げていきたいなと思いますが、どうでしょうね。おい、ここが曲がるから。はい、今日の初ストライク。やっぱりね、フリクエシーで、ハイブリッド、ソリッド系の素材が混ざってる分ね、手前噛んでて奥がぼやけてる風に感じるので、パール玉のグルの方が手前はオイルの枯れたところを通った時に、摩擦が生じて、その伸びたところの外側からボールがフッキングしてきてるので、方を描いてねポケットへ行ってくれました。もう一回やってみようかな。同じことを2回できないのが私。こういう感じ、ね、はい、これがね、前回の動画かな、逆転現象が起こりますよっていうことを述べた時があるんですけども、その今日はレーンのこの 18m の中には、まずオイルの塗ってあるスキット部分、ボールが滑る部分ですね。それから、次に重りが中に入ってますので、このボールが進みながら重りが傾いていってね、ボールもう軸が安定しようとしてくるところがあるんですね。それがフック、はい、で摩擦ができてロールっていう、そのバランスで成り立ってるんですけども、要はスキットフックロールのバランスがフリークエンシー投げた時のがめちゃめちゃ悪かったですね。このボールが悪いんじゃなくて、その今日のこの4番ねとの相性が悪いという話なんですけども、はい、じゃあもう一つね、先のおとなしいファールの、コンスピラシーセオリーを外目を投げてみましょう。はい、めっちゃ外投げました。おお、惜しい。はい、このボールの方がね、実は普段オイルがたくさんあれば一番進んでって先がおとなしいはずのボールにもかかわらず、まあ、ちょっと出過ぎたっていうのもあるけど一番いい動きしましたよね。ちなみにグルエターナルは箱出しですので、これ1000番のあれだなバフやったかな、はい、でコンスピラシーはこれね、自分で、2000番のポリシューに仕上げてきてるので一番オイルに敏感になってます。でもちろんね、じゃあもう一回今のは端折ったんで最初のね、みんな基準体の中心が10枚目、右足8枚目のところから投げてみましょうか。はい、こういう感じで投げるとまあまあ当然ですよね。あそこの要は7枚目8枚目ぐらいのところの出先がズルンズルン、オイルいっぱいあったので、はい、曲がる気配なしっていう感じなんですけどね。もう一回元に戻りますよ、初心に戻って。コンスピラシーじゃなくてフリークエンシーハイブリッド、このボールだけ唯一ソリッド素材が混ざっております。はい、でじゃあ今分かりやすかったんで今のコンスピラシーセオリーと同じところに立ってみましょう。でフリークエンシーを投げてみましょう。おそらく曲がるとしたら手前で1回だけ。ねお分かりいただけましたでしょうか。噛む球の方が噛みすぎて逆にボケてるっていう先の入りがなかったんですね。こういう感じになってしまいます。
こういうボールはこのコンディションには向いていないと。何回も言います、ボールが悪いんじゃないですよ、コンディションとの相性が悪いんですよ。はい、で、じゃあ今のところゆっくり投げた、フリークエンシー投げたところを今度グルで投げてみましょう。これもやっぱ若干攻めはすると思うんですけど、今よりは先が入ってくると思います。これがいわゆるキャリーダウンマジックですね。はい、ゆっくり投げましたよ。戻るかな。ああ、滑りました。はい、このボールもね、カール素材ですけども、やっぱり、ディファレンシャル 0.044 かな、中間ぐらい。はい、完成モーメント RG で 2.5150 ぐらいなんで、カールな上に、スコアの起き上がりも、フリークエンシーに比べると遅いので、カールの中では激、ブランズイックの中では激しい方やと思うんですけど、今のは激しく滑りましたね。他行きます。これもダメだな。はっきりしてる、難しい。他行きます、他行きますよ。ゆっくり出しに行きますね。こういう感じね、こういう感じ。はい、なのでちょっとスピードを抜いてエッジへ向けてあげると、オイルを、あ、レーンのオイルっていうのはね、あのモニター見たことある方多いと思いますけど、基本真ん中高い目、端っこ低い目に作ってありまして、まあ、今のはね、端っこどころかそのオイルを、真ん中目のオイルを使って全くオイルのない端を超エッジへ向けて投げたのでね、もちろんあんだけのキレをするわけなんですけど、はい、行きます。ゆっくりね、ゆっくり外へ向かってね、はい、行きます。これ戻るかな。はい、ということで、やっぱりね、これがいわゆる逆転現象ですよね。一回で終われるように、すぐ無駄な世界です。行きますよ。ゆっくり出しますからね。こういう感じかな。ほい。ちょっと汚いスライクやったけど、壊れた。一発合格。ありがとうございます。ということで、はい、こういうね、例に応じたときに、出くわしたときに、しっかり冷静な判断ができるように皆さんも使っていただければなと思って、この動画を作りました。はい、本日の内容良かったなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今月のボーリングマガジンの後ろの方にね、私の YouTube のページを掲載していただきましたので、よかったらご覧いただければと思います。はい、ということで本日は以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。